か、でもストレージも分けといた方がいいか。そうですね。で、あと、そんなに貴重じゃないものは、こっちの石の方に入れっぱでもいいかもですね。例の炭とか。痛い痛いドアでガンガンですよ。あったさん来れます？何、どこですか、うん、ちょっと、自分が今作ってる農園のほうが見えてる目で。やったパンツ姿になったらレベルが上がった。身軽になった。そっちら辺に隠したんだ。回線、回線悪い、回線悪い、回線悪い、やばい。これはバレないわ。この位置で殴ったらちょうどなのかな。あ、ちょうどなんだね、高さ的には。この岩の裏ですか。ほら、ちょうどこの岩の裏か。ちょうどちょうど。ちょうどだ。めっちゃここが硬いやん。おー。赤いやつやね。すげえ。ちょうどだ、ちょうど。うん、すごいね。あ、通りたい。すげえ。すごいな、それ。集めるなんて。ちょっとリログというか。ちょっと先輩こっち来て。さっき。どこっすか？おー、来れる？すぐ。いや、どこにいるんですか？上上上上。家出て上。家出て上。タイマーつけてる俺今。あ、そっか。うん。行きます、行きます。俺、槍を下に向けてさ、振ってたら、こんなすげえ可愛いことになってた。見てみて、これ。うまくね、俺殺し方。気持ち悪い。うまくね、殺し方。何？うわぁ！生きてる？キモい。生きてるみたい。うまくない？足音するんだけど。うまくない？この殺し方。気持ち悪い、カラフル、そして。ねえ。ねえ、全色違う。すげえ綺麗に殺せたわ。生きてるみたい。なんで羽羽ばたいてんの？死んでるんだ。キモ。ちょっと。あ、スクショ撮ろうと思ったのに。すいません。こらお前、こらお前。俺のコレクション、大きさま。すいません、本当。本当、流させたんです。この野郎。ちょうどスクショ取ろうと思った瞬間に差し合った。じゃあこれは、先輩もコレクションにするしかないな。すごくない？暗闇だから真下、動かず真下向きながらずっと槍振ってたらあんなことなってたわ。タイマーつけたら。すげえ。メジョベリ30個手に入れましたよ。でも野菜いるんじゃない？野菜の方が。野菜の方ですか？あー、ないですね。いや、もろこしがないですね。確か10分で1個とかあったからな、野菜は。とりあえず。もろこしだったら、ハイベルの中に入ったりしないのかな。あー、ブリッとしたら、黄色いの。もろこし食ったわ。そんな会話できないのかな。じゃあフォーラム投げとこうかな。よっしゃ、避けて。俺体ちっちゃいんだから。俺体ちっちゃいんだから。あの前にも言われたような気がする。言った気がする。とりあえずオイルあったら叩いてきますか。そうだ。じゃあ生肉持ってきますか全部。ハマった自分もオイルとかの受け取り。やっぱ俺って人気者なんだな。合体してるか。あ、そのハマるじゃない。そういうハマるじゃない。みんな何言ってんの？遅いよ。ありかってた。みんな豆粒だよ、まったく。いや、走るわ。西見さんの走り怖え。はいえ。はいえ、怖え。めちゃくちゃはえ。あ、ここ近道だっていうの知ってる？これいけんの？海の中にダイブすれば死なずに済む。あー、これトラウマだわ。あー、待って、落ちた。行くぞ。てやー。ねえ、俺違うとこ落ちたんだけど。あー、失敗した。
俺普通に落ちて生きてたよ。あの、いわゆるスポーンしてた。ねえ、みんな死んでく、やめて、みんな死なないで。西部さん食らって生きる。もうどうでもよく食らって生きる。なんで体力、もう体力多い人は食らって生きるスタイルだから。謎。そして西部さんはみんなの死体を置いて走っていく。拾った方がいい。いや、俺拾いに行きますよ自分で。今岩場の方に4人行ってんの？うん。そうか。あの、オイルのためとプラス育種を まあ一応残留しないと取ってくれるという。いや、ちょっともうみんな作業芸になってだれてきてるかなぞって、ちょっとあの雑談力見してよ。あの今さっき1時間ぐらいオスの実況してきたばっかなんですけど。お、じゃあテンションマックスってこと？もう、まあ、テンションマックスから落ちてきてるんですよね、今。え？自供しすぎて、もう1時間もずっと喋り続けてたんで、一人でガーッと。この人のさ、この後アークやるって分かってたんでしょ？いや、あまり分かってなかった。さあ、アーク分残しながらやってるよね、やっぱ。なりましたよ。よしよし。あれ、ノブさん、ノブルンさん、はいはい、まして、あ、どうも、すノブランですかね。いや、だってですね、はじめまして。おお、はじめまして、スティーブ・ジョブズと申します。おお、反応に困ってるんですよ。おお、もっきりあのアンダー来たな。アンダー来たなって。次あれですからね、こう、時計、ほら、なんだっけ？携帯電話？オーディオプレイヤー？時計と来たら次はあれだけ。パンツだな。いや、パンツなわけ。カツラですよ、カツラ。カツラで。カツラ、ほら、もういつでもね、あれ身につけるじゃん、いつも。もう、アップルこう体から離さない、こう。アップルだ。アイカツラ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 。気がわからない。メガネじゃないの、メガネ。そうだ。メガネかな。でも、実用、なんかありそうっすよね。うん。名探偵なんで。うん。てか、まず自分の拠点がどこにあるか分かってないんですよね。あー、少しやんないといけないんじゃ。何か起こりました。拠点潰されました。拠点潰されました。第2弾ダツアン氏が寝てるからだ。なんで折れたんだよ。その間に襲撃された。第1これ何段に重ねるんすか、サシミさん。3段。あ、俺の拠点潰されてる。ジャンプしながらえ、あ、これどこか、まあ、ああ、疲れた。俺も疲れた。第1拠点、第1拠点、第2拠点。え、我らが本国。我らが本国、壊されたの？壊された。てか、もしかして、なんだっけ、刺身さんと俺の名前合体したあいつも殺されちゃったんですか？そうだよ。あいつは絶対許さねえわ。鉄全部、銃弾に変えない。俺、あいつ10匹ぐらいテームして、そいつら全員で突っ込むから。割と強そう。10匹と言わずに100匹ぐらいテームしたろうかな。ほら、みんなさ、みんななんかターゲット、ユアターゲットみたいな感じのあれにしてさ。もう重すぎてアーク落ちちゃう。もうまた落ちたよ、アーク。いや、ここ、アークを落とすための兵器ですよ、これ。高スペックしか使えない、この技。まあ、僕はあまり高スペックじゃないけど。刺身さんならいけると思う。何よ。そのオーバースペックを使って相手のパソコンを落とさせるんですよ。なるほど。ああ。物理的な何かこういう。ため息が出てきた。あれ？ダメですよ。じゃあみんな集まってやりますか、パチンコで。またあったゲーム。あ、チンコ。あ、西日さんの。
西見さん大丈夫でした？弾潰れてませんでしたか？何の話？遠すぎてもわけわかんないで。動画見てもらえればわかります。西見さん。やめろ。まあ、取られてますよ。取られてますよ。やめろ。てか、あれやったら僕でしたよね。嘘だよ。やめろって言ったのに。僕も見ちゃいましたけどね。どこだったっけね。なんかの18分ですよ。なんかの18分ぐらい。何の動画でしたっけ。え、これはアウトっていう動画。いや、まあ、サムネイルが西見さんだからもう。あ、マジ。まあ、西見さんの下半身だけど、サムネイルが。あれはもうはみ出てますね、完璧。完全にはみ出てた。アウトですよ、あれは。アウトだったね。打ってしょ。これか。その動画の18分から見てみてください。アウトです。本当に。出ちゃってますもん。もう、もろ出てますから、ちょっと。うん。しまっといた。今、編集で、何、切るかどうか迷ってるシーンが、紫アナとどうするかっていう。はい、紫アナル？あれアウト、YouTube 的にアウトなのかなって。誰が言ってんのって。え？セーフからやっぱ出してはないもんだ。え、誰が言ってるんですかそれ。西見さん。それはカットしちゃいけないですよ。私も私も。レアですよ。レアでしょ。レアですよ。紫アナル。唐突に紫アナル。え、紫アナルって。なんで紫アナルって。てか言ったらサシリさんでしょ。超焦ったあれマジで。なんで俺が言ってられる西見さん。何食ったらそうなるんすかね。っていうかもうこんなに拠点ばか潰されるの嫌なんだけど。だけど今潰されない拠点を作ってるんだよ。悲しい世界。サーバー変えようよ。もう黒い砂漠しようよ。サーバーってかゲーム変わってるそれ。サーバー。黒い砂漠。ゲーム変わってる。早々にやめましたね。早々にやめましたね。見渡した森の中だったわ。いやえ。これ誰、これ誰の、誰の家？うん、頑張って声をしながら、喋りながら言うと眠くなっちゃうな、これ。ギャグ言いましょう、ギャグ。そういうのを考えながらやってる。飛んだ。眠りませんよ。え？なんですって？え？え？先輩がそんなこと言うんだ。やばい、早めに肉買って食べないと、まずいぞ、これは。肉狩り食いない。食いな食いな。食いな。食いな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 。帰ってきたー。今画面の目の前にいるそこに見。最悪ー。あ？こいつで、こいつ。あーもう積んだげ。あーもう積んだ。何？なんか、もう。黒歴史じゃなくて、なんて言うんですか、こういうバグの場所、テクスチャの中行っちゃった。あー、たぶん、あれですか、救援物資の下行っちゃったんですか。たぶん、そうっすね、これ。はめられたんすね。まあ、下に行っちゃうから。はめはめされたよ、僕。とりあえず、上に重ねるより、ぐるっと囲もうぜ。ペッ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 。ペペ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 。皆さんってアーク以外に何やってますか？他のゲームは。エロゲー。エロゲー。ごめんなさい、違う、嘘です。ごめんなさい、やってないです。ごめんなさい、やってないです。ごめんなさい、やってないです。黒い砂漠とオス。絶対言うと思った。あとあれどうですか？エンテンに変える、デイズとか。あ、デイズでもいいですよ。あ、デイズね。デイズ僕両方セブンデイズしか持ってねえんだ。あー、デイズ欲しいんだけどな。パッケージも、皆さん、あれですか、デイズはあれですか、怪物ライフル系使うか、SRV 使うか、どっち使うの。バカ野郎、ハケットだろうが。バカ野郎、素手だろうが、男なら素手だろう。バカ野郎、手錠だろうが。俺の拳が真の手錠だろうが。ハケット以外の選択肢はないんですよ。あー、でも、あれかな。消火器はありかな。
ねえ、このゲームもう飽きたんだけど、俺もう。え？無理。無理、俺もう。やめろ。面白いこと言ってください。じゃあ、アークに関するギャグが言えたら僕はこれ続けます。言っとくけど、俺も結構心折れそうになってんだぞ、このゲーム。え？本当に？うん。俺もっとさ、恐竜と戯れるゲームだと思ってたんだよね。でも人間と人間なんで俺人間対策してんだろうなっていう。そう、いい気持ちよ、PVE サーバー。それはいかない。だってこれはもう楽しくないですよ。いや、楽しむんだ。俺楽しくないもん。最後に笑える。笑えない、笑えない。このサーバーの外人を全員やったら PVE 行こう。いつなることや。10個出せる時点で面白いわ、俺にとって。皆殺しにしたら PVE いいか。勝ち逃げすら勝ち逃げ。じゃあな、お前らっつって。また一から頑張れよ。で、拠点は自分たちで潰すと。うん。で、さよなら。うん。じゃあね、つって。